田中美恵は、滋賀県長浜市出身の日本人の女子柔道選手である。階級は 63kg 級。身長1 5 8トル得意技は、大内刈り、寝技。組手は左組ダニーは3段。血液型は AB 型。柔道は8歳の時に始めた。長浜西中学から。 京都西安高校時代までは特に大きな実績はなかった。しかし、仙台大学に入学すると、2年の時には学生体重別で優勝して学生チャンピオンになるなど頭角を表すようになった。行動完売でも優勝までには至らないものの、2位や3位に入る活躍を見せ始めた。加えて、国際大会でもグランプリ、チンタオで2連覇。 東アジア大会で優勝、ワールドマスターズでは3位になるなど、コンスタントに上位に入る活躍を示した。2010年には、両徳寺学園の職員となった。体重別決勝では、世界チャンピオンである三井住友会場の上野順へに、敗れたものの2位となった。今年から、世界選手権代表が、各階級2名になったこともあり、初の代表に選出された。 9月に東京で開催された世界選手権では初戦から得意の寝技を次々と決めて準決勝までオール一本勝ちの快進撃を果たすと決勝でも上の相手に検討して旗判定までも連れ込むものの0から3で敗れるが準優勝となった2011年4月の体重別では準決勝で安倍かなに内股で一本負けして 世界選手権代表に選出されなかった。7月のユニバーシアードでは前回に続いて個人戦では2位に終わったものの団体戦では前回に続く優勝を勝ち取った。11月の行動完売では初優勝を飾った。2012年1月にはワールドマスターズに出場するが決勝で上野に有効を取られて2位に終わった。2月には グランドスラムパリに出場して、決勝で、韓国の日野と大雲を今朝方で一本勝ちして、今大会初優勝を飾った。続く、ワールドカップブダペストでもオール一本勝ちでの優勝を、飾った。しかしながら、5月の選抜体重別では、決勝で、上野に、指導2で敗れて2位に終わり、ロンドンオリンピック出場はならなかった。 10月の世界団体では優勝メンバーの一員となった。2013年5月の体重別では、決勝で安倍に指導にで敗れたが、実績を買われて安倍と共に、世界選手権代表に選ばれた。8月の世界選手権では、準々決勝で安倍に技ありで敗れると、敗者復活戦でも敗れて7位にどまった。一方、団体戦では、優勝を飾った。 2014年11月の行動完売では3位になったにもかかわらず強化指定選手を外されることになった。2015年4月の体重別では決勝まで進むが小松の田代未来に横四方方で敗れた。2016年2月に現役を引退すると両徳寺柔道クラブの指導員となった。2017年からはイスラエルで指導に当たることとなった。 ありがとうございます。